清掃員のさ、たかしと水商売っぽい女の子が付き合ってる付き合ってないみたいな、はい、あそこ何があったんだろうね。多分だけど、たかしが無理に迫ってそれを断ったんじゃない、うん、多分そのくらいしかないと思うんだよね。だから多分なんか求められてちょっと断ったとかそういう感じなのかなって俺は思った。性暴行してしまったっていうことでしょ、だから結局は、うん、だから多分そういうのがあって、あの女の子は泣いてたし、あのたかしはそっから一度も姿を現さないしとか、うん、あったのかなって。会社辞めるしね、あいつ。あそっからはちょっと怖いけど、ニュースとか入ってきたらめっちゃ怖かった、うん、なんかあるかもしれないけど、平山の家にはテレビがないんで。そうなんだよね。だから何かあったかもしれないっていう怖さはある、うん、居酒屋がテレビあったからさ、うん、もしあそこに何か映ってたらやだなとか、ね、あの平山が見てないだけでそのスクリーンにはちょっと映ってるみたいな。そう、だってあの後のさ居酒屋さ一回行ったけどさ、うん、画角違かった、いつもと席違かったじゃん、ね、混んで、だテレビが見えない角度に座っちゃったじゃん、うん、あそこで何か映ってる可能性はゼロじゃないっていう。待って、ちょっと怖い話やめてでテレビが印象的な居酒屋に行って、そのテレビが見えない位置に座るっていう、うん、その後に、あれれ、そうね、確かにあそこの居酒屋のテレビかなり印象的に映してたからね。そうそう、野球のシーンとかね。そう、うん、おかしいよな、おい金で買ってよみたいな。しかも銭湯でもテレビが流れてるんだけど、うん、そこの後だけめいっ子が来てるからテレビ見てないんだよ、ね、あ、見てないね、うん、おや、だから何かが起こってる可能性はあるんだよ。確かに情報入れてないだけだ。え、そういう話これ、え、ホラーなめちゃくちゃ怖いじゃん、今考えると。そこらへん小説のさ、ビクターみたいになっちゃうよみたいなこと言ったけど、あれって母親刺し殺す男の子の話だ。ホラーや。女の子がこの後お母さん殺しちゃうよみたいなことをおじさんに言ってたっていう。だから泣いたのかな、おじさんが。泣いてたじゃん、妹と抱擁して泣くっていうし、そう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 、本所の別れなの。そういうこと、止めてやれよいやだからそれはめんどくさいから。いや、それめんどくさいで済ましたらマジでクズだよ寝た後に必ず流れるちょっと白黒で波打つような映像ね。あれどう思った？あれさ、多分夢とかなんだと思うんだけど、うん、その日あったことがちょっとずつ思い起こされてるような内容になってるんだよね。なんか白黒ってのはまあ白黒写真だよね、うん、フィルムのあれになぞらえてて、だ自分の中のフィルムって話だよね多分ね、うん、拓也のさ彼女みたいな感じの子の顔面がドアップで映ったの覚えてる、うん、あれかな。だから普通に心情具合なのかな、その日起きた中で心震えたことなのかな、うん、ドキドキしちゃったってこと。なるほどね、顔が大きくだからダイジェストみたいなもんかな、その日の。役所広司の役が喋らないじゃん、喋、うん、らないから起伏がわからないから、はい、あそこで回収してんじゃないの。あ、ここのシーンは印象に残ってるシーンですよ。そうそうそう、この人はここで心動きましたよっていうのを毎回出してくれてるんじゃないのかな。あ、それだけじゃなさそうな気もするけどね、やっぱり不穏だからさ、かなり、うん、結構さ影っていうのが作中でかなり大事になってたかなと思うんだけど、小説読んでる時もさ影っていう文字だけやたら強調されて映ってたりとか、 あとはほら最後の方もさ影と影って重なったら濃くなるんですかね、木漏れ日とかもいろいろあるけどさ、なんか影っていうのに何かあると思うんだよな、結局、うん、影のような人生を送らざるを得ないからね、うん、全部から逃げ出してて何出してて、うん、生活を豊かになるっていうこう努力もしてないわけで、うん、今の現実に甘えつつもでも影だっていうことも認識してるみたいな。いつも居酒屋のさ暗いとこで飲むじゃん、端っこにいるね、端っこだし、 あそこもなんか古くせえじゃんなんでわざわざあそこまで行って飲むんだろうって思うんだよね毎回。あれだよな、絶対あれ社会人の当てつけだと思う。まあ、仮あるのかな、なんか何か引っかかってるものがあるよね、うん、多分そういう意味もあるんでしょうね仮っていう。何かしら自分を卑下してるっていう演出なのかな、うん、そうだね。一番最後にさ泣いてたのってなんでだと思う。あ、だからその哀れだと思ってる、自分でも哀れだし、なんかこう悲観的になる部分もあるけど、うん、現実逃避をしてんのかなって思った。あ、自分自身、自分の生活を守りたい、うん、だけどこの自分の生活というものが虚しい、うん、悲しい、哀れだっていう部分もある。でこういうのってまあ一人暮らしあるあるではあるじゃん、自由だけどちょっと寂しいな、うん、結婚は逆じゃん、あったかいけどちょっとうるせえなみたいなまあ不自由だよね。もう一人暮らしのこの年齢の男性だったら多分みんなが思う感情を最後表情で物語ってるのかなと、うん、どっちかしかないんだな、選択肢としては。哀れで自由な人生を送るか、うん、にぎやかで不自由な人生を送るかしかないんだ。ただ死ぬ時はにぎやかな方がいいかも。結婚しよう。でもできない、喋んないからな。そう、あのマジで喋った回数合計で多分3分間くらい、うん、微妙に喋るからさ、またこれが、うん、なんとも言えない。もうこの雰囲気ね、おしゃれ、すごいからね、めっちゃおしゃれ、絶対高価じゃん、日本洋画の雰囲気だもん、うん、このさ横で寝てるサラリーマンちょっとリアルなんだよ、うん、そのトイレね、これ面白いよね。
薄く透けるやつね。そう、ちょっと見えてるじゃんと思ったけど、うん、あの文字出す位置とかがやっぱおしゃれなんだよ。